世界各国がまだ 5G 技術で競合している中、中国の通信企業大手ファーウェイは次のステップを見据えているようです。ファーウェイはこの2年間次世代技術である 6G の実現を目標にしていました。では現在はどうなっているのでしょうか。世界のハイテク企業はすでに 6G 技術を開発していますが、中国が先行しているとされています。 世界の 6G 特許出願の3分の1以上が中国からのものであり、出願数において世界の周囲に立っています。これは中国国家知識産研局が先日発表した 6G 特許に関する報告書です。報告書によると 6G 技術に関する特許出願数は世界全体で3万8000件以上に上りました。ファーウェイのジン・セイヒ CEO は2年前にイギリス市エコノミストに対し、 ワーウェイの 6G 研究は世界をリードしていると述べています。また技術系ニュースサイトロジックによると、ワーウェイは同年カナダの首都オタワにある研究施設で 6G モバイル技術の研究を開始しました。6G は次世代の無線ネットワーク通信です。5G の伝送速度と比べて100倍に達すると言われています。例えば 5G のネットワークで映画をダウンロードするのに数秒かかるとしたら、 6G ではダウンロードボタンから指を離す前にダウンロードが完了します。またそれ以上のことも可能です。一部の技術者は 6G を数式で表現しました。彼らは 6G は 5G プラス AI2.0 プラス衛星インターネットに相当すると述べています。6G は各国が潜水艦や宇宙領域やその他の面での軍事戦略に利用できる点で重要視されています。 中国国家知識産研局のオーライ研究員は、次世代技術の派遣争いにおいて、特許は最も価値があり、最も強力な武器であると語っています。そして中国はファーウェイだけではありません。イーロン・マスク氏の次世代型衛星通信網を構築するスターリンク計画に対抗し、6G 技術を研究する国営企業が設立されました。中共当局は先月末、 初の国有衛星インターネット企業を設立しました。名称は中国衛星ネットワークグループで、所在地は北京の南西約 100km に位置する河北省遊安新区となっています。この会社の資金は国が出資しています。また中共の 6G への野心はこれだけにとどまらず、昨年11月6日、中国は世界初の 6G 衛星を打ち上げ、軌道に乗せました。この衛星の名前は 中国電子科学技術大学にちなんで命名され、宇宙で 6G 信号の性能を検証するために打ち上げられました。ファーウェイと中国共産党が 6G 技術でリードできるかどうかは今後の課題です。NTD ジャパンがお伝えしました。